このコーナー好きだったよね。ああ、そうだね。じゃあ行ってくれる？うん。どっちに相談しよう。後輩？先週から可愛い場合がしないんですけど、僕のキャラは、そうだった。全くのレパートリーがないことがバレてしまいましたけども。そんなことない。あ、そんなことないですか。やってみようすか、はい。はい。このコーナーはリスナーからの取り留めもない相談ごとに、まずは若手相談員の宮野くんがお答えします。そしてその後ベテランの私、ゆさがお答えします。はい、同じ相談に二人が答えを出しまして、皆さんに選んでいただく。なるほど。非常に至極簡単。うん。はい。わかりやすいよ、うん。今回も切実なお悩みが、はい、和歌山県にお住まいの鋼鉄ネーム高木和歌さん、うん、和歌かと思った。和歌。皆さん難しい漢字にはルビオフローをお願いします。これどっちにルビオフロー。うん、はい、ということで、皆さん、ゆささん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。相談なのですが、うん、男の人はどんな料理を作ったら喜んでくれましょうか。ほうほうほう、くれましょうか。くれましょうか。かわいくない。また、皆さん、ゆささんは女の子にどんな料理を作ってほしいですか。おお。っていうことです。欲しいでちか。欲しいでちか。何のために知りたいんですか。これ彼氏ができたんですかね。あ、そうなんじゃないですか、じゃないですか、ね、なんかきっかけないと男の人にとかは言わないでしょ。何があったんだよ。ちょっと一応の男のこと教えろよ。お前何やったんだよ。この10年で何があったんだよ、お前。俺じゃないですよ。俺じゃないよ。年下キャラということで、どう、どんな料理を作ってもらったら。そうですね、うん、僕はなんだろうな、さっき言ったけど、うん、今の時期だとお鍋とかもね、お鍋ね、お鍋とかもいいじゃないですか。お鍋ってやっぱり一人じゃ絶対やんないし、そう、一緒にこうあったかい鍋をつすぎつつなんて言ったらもう、うん、もう心も体もボカボカですよ。じゃあ お鍋がいいかな。お鍋がいい。ちょっと変わった鍋がいいかな。お、なるほどね。変わったところかしら、ね、普通でも一般的な答えとしては肉じゃがとか家庭的な料理みたいなこと言われる。僕ね、その答えダメなんです。お、肉じゃがとかはダメ。だって自分で作れるもん。ああ、なるほどね。自分で作りゃいいじゃない。ああ。逆にさ、作れないようなすごい料理とか作ってほしい。あ、それはあるね。ね、鍋とかだったらさ、うん、マイク旦那ちゃう。いや、鍋とかだったらさ、あんこを吊るしてさばいてくれたり。おー、すげーと思うよね。それは感動するな。こいつすげー。なるほどね。でもそれは料理する人の意見ですね。そうだよね。うん。俺、僕全然しないんだ。まあ、うちにあんこを持ってきて、ここに吊るしていいって言われてもちょっと吊るすとこないけどね。なんかバケツから水ガーッと口に入れられて。怖い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 。それは困るけど、でもなんかその手の込んだ料理をやってみると。いいですね。ちょっとコースとかで出されたらちょっとドキッとしますね。ドキッとするけど。まあでもね、それはね、失敗してもいいんです。その手の込んだ料理をわざわざこう失敗するリスクを背負いながらやってくれるという気持ちが嬉しい。なるほど、なるほど。やっぱり結局は心ってことですね。はいはい。え、あなた最高のスパイス、あなた肉、一番のスパイス、あなた肉欲だけだったよ。あ、はい、まあ肉があればいいみたいな。まあ食べる肉ね、横のこう、何が彼女の何がですか。心の体も以外のものもつつきながらってことでしょ。だって何言ってんの。そういうことなんじゃないの。シエなんでっていう言い訳。だってね、つつくってね、ねえ、じゃあ鍋をつくんでしょ。鍋をつつくんだけど、鍋をつつくんで、まあ、鍋はつつくんですけど、うん、あんまりね、彼女にね、女の子に料理作ってもらって、ね、つつくっていう単語はなかなか出てこないよ。そうか、それはもうちょっと手慣れた感じじゃない。あ、そうか、君の鍋をつつくみたいな。君の鍋。そんな感じだ。まあそんな感じなんだ。分かんないけど、お前鍋好きだったよなっつって。え、誰が作ってんの。ちょっと幼馴染を出してみた。急に出してみた。あ、誰のこと言ってるのかと思います。お前10年前鍋よく作ってくれたよ。中学生だよ。適当すぎるね。どんな鍵っ子だよな。中学生で鍋つつき合ってるじゃん。お互いだって、何、ご両親は家族で、ね、帰りが遅いの。家族で、その家族ぐるみの。ほら。家族ぐるみの付き合いだった。幼馴染どころじゃないよね。幼馴染ですから。幼馴染ですから。幼馴染ですから。南的な感じですよ。大丈夫？たっちゃん的な感じ。大丈夫？コナミ。大丈夫？君提供行ってるよね。大丈夫？大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫？うん。
びっくりした。ドキドキする。君にドキドキする。名前言っただけですから。名前だけだ。うん、さあどっちがいいかな。じゃあその手の込んだ料理で一番これっていうのを作ってほしいっていうのを一つ。まあ手の込んだ料理、まあどうかな、中華かな。おお、中華。うんうん、例えば北京ダック。そう。おそれしかないんだろ覚えてんのそれしかないんだろ。あの皮しか食わねえやついや肉も食うらしいよ。あ、ほんと？本場ではね。ほんと？俺食ったもんねえんだよな、あ本場で。大丈夫だよ、あのコナミさんが連れてってくれるって。あ、本場で。ありがとうございます。おはようございます。ちゃんとね航空券渡してくれるから。あ、ありがとうございます。あ、そっか、中国、中華、中華、うん、中華だよ、そうだよ。中国に関する番組ですか、これ。まあ、忘れてた。ただから、コナミさんは、すいません、一人分しか用意できなかった。宮野さん、行ってきてくださいって言われたと思うけど。何その、連覇少年的な、なんか。はい、皆さんからの取り留めもない相談事もお待ちしておりますよ。うん、